こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。サンライフ帝王前に行きそうです。グリーディーウィンズそれに続いています。さらには光ルーファス、3番エフテイサッチ、その後ろ後方に控えたのがMI ブラン。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは光ルーファス、その隣にサンライフ帝王、その横にエフテイサッチ、その外にカワチシュール。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは光ルーファス、その後ろにサンライフ帝王、さらにはエフテイサッチ、その隣にグリーディーウィンズ、その外からカワチシュール、内からはキクノウイン、その外からミレニアムオフ、内からは京都シティ、その外からリーピング鈴鹿、一番後ろに MI ブラン。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。9番アメージングレース、一気に先頭に立ちました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として9番アメージングレース、アメージングレース。さらにリードを広げます。光ルーファス、ほとんど差がありません。サンライフ帝王3番手、さあ MI ブラン前を捉えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アメージングレース先頭、差はほとんどない、あと 200m。 アメージングレース先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。 MI ブラン、カワチシュール追いすがります。 MI ブラン、 MI ブラン1着、2着にはどうやらカワチシュール、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは MI ブラン。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったヤマニンパラダイス、あと 200m。 先頭はヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス。粘るシーキングザパール、シーキングザパール、もう一伸び、シーキングザパール、シーキングザパール。1着、2着にはどうやらヤマニンパラダイス。これが G1 馬だ、シーキングザパール。
さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭はセイウンスカイ。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。これは強い。2番手はオートリオキャッスル、セイウンスカイ。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたセイウンスカイ。1着2着は鶴丸剛、セイウンスカイ見事な勝利です。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のエアグルーブゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは東海太郎。綺麗なスタートを切りました。石のサンデー前に行きそうです。東海太郎これに続きます。内からはロイヤルタッチ、その隣にスケールアーチ、マーベラスサンデー、後位をキープ、その外からつくばシンフォニー、
その外にダンスパートナー、その外からエアグルーヴ、その外に菅野王子。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。では前の方から見てみましょう。東海太郎先手を取りました。7番マーベラスサンデー、2番手を追走。並んで10番つくばシンフォニー、エアグルーヴ、この馬もこのグループ。内からは西のサンデー、その外からダンスパートナー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気のマーベラスサンデー現在先団です。成田ブライアン前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは東海太郎、2番手に7番マーベラスサンデー、並んで10番つくばシンフォニー、エアグルーヴ、この馬もこのグループ。石のサンデー、それに続きます。並んで9番ダンスパートナー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ8番東海太郎、2番手はマーベラスサンデー、絶好の手応えです。マーベラスサンデー B1 です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はエアグルーヴ、マーベラスサンデー、2番手離れてつくばシンフォニー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はエアグルーヴ、残り 200m、 先頭は成田ブライアン、残りあと 100m、 3頭の叩き合い。エアグルーヴ追いすがります。成田ブライアン1着、2着にはどうやらエアグルーヴ、これが絶対王者だ。成田ブライアン